っと待って。ビアガーデンがオープンしたのは千秋公園を望める秋田キャッスルホテルの屋上です。新型コロナウイルスの影響でキャッスルホテルのビアガーデンは2年ぶりです。飲んでるやろ。今年は座席数を以前の半分以下に減らし、飲み物はセルフサービスにしました。梅雨入りした6月15日は曇り空とはなりましたが、多くの人が訪れ開放的な空間でジョッキを傾け格別の味を楽しみました。秋田キャッスルホテルの屋上ビアガーデンは天候によって中止もありますが、日曜と祝日を除いて午後5時半から9時までの営業で8月末までのオープンです。